あ、ありがとうございます。ちょっと寒くて、さっき冷房をつけてたから寒くて、そう、ベッドの基礎元すごい空気ベッドだからね、結構ねこう動いたりしたらすごいんですけど、すいませんね、ソファーに座るのがだいぶですね、寒くてこちらでの配信となりました。夜中にインスタライブの通知が来るとは、しかも1分ね。ミクに伝えたいことがある。どうしたんですか？ショールームで伝えたいことって恥ずかしくないですか？なんかみんな見てるから恥ずかしい。髪の毛ね、伸びたから切りに行かなきゃいけないですね。切り行きたいです。昨日北海道でジンギスカン、といいなー、行きたい、ジンギスカン食べたい。ジンギスカン食べたいな。ミクリの唇好きです。渡辺さん、ありがとうございます。うん、髪伸ばす予定はないです。切ろうかなと思ってます。また私はショートとかボブが好きだから、またなんかもうちょっと大人になった時伸ばしたいですね。エクステとかでもいいから。大変らしいですけどね、エクステつけたことないからわかんないんですけど、幕張の準備はどう？私は自分でリハ、今度のリハまでには完璧にしようと思って頑張ってますよ、はい、うん。最近の TikTok セクシーすぎない？そうかな、全然どこがどこがなんか出したかな、どこがあ、おっぱあかんなむしたい。みんなやばい、面白すぎ。うん、ね、ちょっとも今もうちょっとね切りたいんですよ、分かってますよ、うん、踊りとか衣装とかセクシー？踊りは何を踊りを踊ったではないですけど、だってこの前の一個前の投稿は電話のやつでしたしね。衣装はファンの方から送られてきたのしか着てないから、そんな、あんまり、今日からチェーンソーマン、チェーンソーマン始まる、やった、今日からか、楽しみにしてたんですよ。へん、先週の焼き鳥美味しかった。あ、めっちゃ美味しかった。トマトベーコン巻きと山芋が美味しかった。こっちで放送しないからネットフリックス待ち。ね、ネットフリックス絶対見ようね。他にアニメ何か見てる？うん、格好の稲漬けとか、何があるかな。あと今ヒロアカは新しいの見てて、あとはなんか見てるっけな、ゴクドルズも私は好きですけどね。周りなんか結構幅広く見てます。あとジョジョ
面白いです。ジョリーンのやつも見終わっちゃったんだけど、それまたあるやつ新しく出るらしいからまた見たい。今日のお洋服はニット系かな。今日のお洋服は TikTok 撮ってたから、うん、ニットなのかな。これはね、お母さん買ってくれた。下はジャージです。そのままなんか下スカートが私履き慣れなくて、短めのスカートとかプライベートでも履かないんですよ。なんか衣装でしか短めのスカート履かなくて、なんかねスカートを履いて外に出るんですけど、まあ、ロングスカート膝より下とかじゃないと出たくないというか、膝上のスカートは履かないですね。うん、履かないです。で家にいる時はスカートでいるのが嫌だから、まあズボンとか、まあ、パジャマとかのズボンが多いですね。お出かけするときは楽だけどスカートが多いけど、まあお家にいるときとか、まあラフな格好するとき、あ、TikTok で見た時計こちらですよ。敬語多めの配信ですね。本当に？みくりんお酒強いの？うん、飲む人と飲む場所によるかな。でも強くないです絶対。うん、ほろ酔い、最近はほろ酔い一杯も飲まない、半分では酔ったってなっちゃうけど、なんかエレタンと飲んだ時かな、ほろ酔い、え、ナコだったっけ、違う、分かんない、誰か忘れちゃった、ほろ酔い一杯も飲まないぐらいで酔ったって言ったら、なんかその思い込みだよって言われて、あ、酔ったっていうのは思い込みなのかって思った。やっぱ違う、やっぱ酔っ払ってるかもって思っちゃいましたけどね。そう、熊本の人はお酒強いイメージあるけど、あんまり、そう、どっちだろうと思って、でも。なんかお酒の失敗とかは今までで一回もないですね。はい、さしこちゃんとめるちゃんと前に日本酒の飲みました。動画だけ撮った時に飲んで、そこからは一口も飲んでない。味合わなかったですね。私ちょっと合わなかったです。やっぱ最近のミクリンが心の支え、ありがとうございます。なんか一口飲めたから、なんか飲んだ気分になりました。でも時計遅れてますか。嘘、分かんなかった。焼き鳥は、焼き鳥大好き本当に。焼け酒はしないように。焼け酒、焼け酒って何ですか。焼け酒はしないよ。焼け酒、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 焼け酒かな。焼け酒ね、焼け酒って何ですか。ごめんなさい。焼け酒、喉が痛くなるくらい飲むってことかな。どういう意味なんだろう。やけになって飲むこと。やけになって飲む、あ、飲め飲め飲めって言われて、飲みます飲みます飲みますみたいな。え、そんなのないですよ。お酒、私は、はい、それはないです。楽しい時しか飲まないです。なんか、今の環境がそうじゃないですか。あ、嫌なことがあったガンガン飲む感じ、それは絶対にないです。ないです、ないです。なんかそれはお酒の好きな人がやることでだと思いますよ。私好きじゃないもん。
失恋とか、失恋とかでグイってなんかかっこいいドラマみたい。あ、そう、私はでもやけ食い派かもしれない。でも本当になんか傷つくことがあったらお腹に入らないくらい落ち込んじゃうけど、なんかムカつくってなった時はめっちゃ食べる、好きなの。こういう時ぐらい自分を可愛がってあげようと思って。嫌なことあったらみくりに甘えちゃうけど、やばい、甘える場がないと思うけど大丈夫ですか？イメージと性格が合わなすぎてファンの方と話が噛み合わない。じゃあなんて言うんだろう、なんか最近ファン、イメージで好きになってくださってるファンの方と話が噛み合わない。最近困って、毎回困ってるけど、困ってる。話が噛み合わない。怖い怖い。話が噛み合わなくて、なんかイメージと合わなくいいから、そのなんか誰ってなっちゃう。周囲の言葉を気にしない方法ってありますか？周囲のこと、私でも、私はあなたと違ってその表に立っている立場の人間だから、その何か言われたとしても、まあ、逆にそれが本当に向こうが正しかったりだとか、冷静に俯瞰にこう見て客観的に見た時に、あ、そういう見方もあるなとか、そうだなって思った時は逆に自分その受け入れるですけど、これは完全に陥れてるだろうとか、完全にちょっとなんか嫌味だなみたいなのはもう本当にもう悲しいし傷つくんですけど、人間だから気にしないようにしてます。なんか気にしても意味ないなって思って、気にしてる自分にイライラしちゃいます。その人に対してイライラするのもあるんですけど、なんかそれをいちいち気にしちゃう自分にイライラしちゃうかな。そうでは、まあ気にしないようにしてます。はい、言葉って難しいね。でもなんか TikTok 最近やってるじゃないですか。やってるっていうか、やろうってなった時にいろいろ参考にしていろんな人の見るんですけど、その中で川口春奈さんのドラマかな映画かなみたいなのが出てきて、その一部分みたいな、でなんかそのなんて言うんだろう、時計2分遅れってすごい、こんな遠いのにすよくわかるね。なんかその川口春奈さんが恋した相手が、まあ、好きな相手がその急に連絡が取れなくなって、そのドラマか映画かなんかの作品で急に連絡が取れなんでかなって言ったら、その人はあのになかかってたっていうので、なんかそういうの見た時に、あ、なんか耳が聞こえてたり喋れたりすることって素敵だなって。なんかさすがにさ耳聞こえなかったりしたもう相手の声も聞けなかったりさ、いろいろしちゃうなっていう、それの一瞬を見て思って、あ、なんか言葉って難しいけど自分なりにたくさん伝えようって伝えることはできるからいいな、あの いいなっていうか、そのなんか語彙力やあれなんですけど、今が大事なんだなって思います。その今こう自分がちゃんとできて生きれてることで、そういいなと思いましたけど、うん、なんかいろんな人がいるじゃん世の中ね。ミクリンの TikTok のコメントは治安いい、治安いい時と治安良くない時あるんですけど、まあ、大体消すようにはしてます。なんか目に入ってちょっとうんって思うファンの方もいると思うし、そういうのは消してますね。
なんか便利で、下の方になんかこれはダメじゃないかなっていうコメントが勝手に TikTok さんのやつがやってくれてるんですよ。そう、そういうシステムで、それでできます。インスタの DM とかもそうなんですよ。これはちょっとなんじゃないかなっていうのは下の方に溜まってる。 Y 治安悪くないかな。あ、たまに水っちも入ってたりするから、その時は承認っていうところを押すんだけどそう、そこに入らないように気をつけようってね。そうそう、だからそこに入らないように気をつけようと思って、私結構 TikTok でもコメントを返ししたりするんですけど、割合となんかこう、その部分に入ってるのが私の返したメッセージがそこに入ってたりするから私もなんか言葉遣いというかそういうのも気にしようって思いましたに入ってる時あるから、そうあ、返信まででもちゃんと入れるのってなんかいい機能だなって思いましたけどねそうそう、なんか多分ね、ちょっと気をつけなきゃいけないですよね。ごめん、 Y 入ってそう。いや、ジンジーモンは私が返してるのによく入ってる気がする。気をつけましょうね、お互い。はい、何時まで配信やって、あ、メール送りたいなって思ってたから、でもしたら1時間も配信できない。 Y は入ってないかな、絶対に入ってないね。そもそもコメントしてないと思う。見ないもん見ないもん、だってコメントしてない、そもそも。みんな自分のこと心配してる大丈夫です、ちゃんと見て承認するか消去するかやってるから。初めて来ました、ありがとうございます。ワンマンの写真会、本当さっきねワンマンとねビデオツアーしましたよ。ナコトの話教えて。ナコトの話、ナコトの話はどうしようかなナコちゃんに聞いてくださいワンワン元気か、元気そうでした。イブンも元気そうに、ミクって言ったら反応してくれるんです。はい、かわいいでしょ。やばい、お姫様座り、お姫様座りしてたから足がちょっと痛い。イブちゃんな、イブちゃんもうねおばあちゃんだよ、だいぶ。うん、イブだってえ17歳8歳、16歳かな、16歳とかかな、うん、おばあちゃん長生き。私が保育園の時から言うけん、あの保育園、小学校、中学校、高校、成人まで見送ってくれてますからね、本当に。はい、長生きしてくれて本当に可愛いのですよ。
本当に大好きすぎてですね、なるべく長く長生きしてほしいから、私の寿命をそのなんか分けてもいいから愛犬にあげてくださいってちっちゃい頃にずっと神様にお願いしてた。七夕とかなんかちっちゃい、毎回ワンちゃんと寝るときに、今ずのちっちゃい頃から分かってたから、なんかその別に私長く生きてもあんまなんかそんな長く生きたいっていうあれもないから、私のその寿命をのもう何歳でも何歳までは取っていいから、もうこの子にあげてくださいっていうのずっと思いながら、よしよししながら一緒に寝てて、だからだと思ってるんです私、イブが長生きしてくれてるの。本当になんか小学生の頃から毎日やってたんです。寂しくなると、なんかたまにふと寂しくなると毎日一緒にイブと寝てたから、その毎日毎日それを思ってやってたから、今イブが多分長生きしてるのはそのおかげだと思うんです。だからすごく嬉しくて、イブが今ちゃんと生きてくれてるの本当に、いやすごく嬉しいです。はいはい、寿命って分かんないですかね。なんかデスノートとかだったらさ、寿命見えるって言いますもんね。ねえ。最近ハマっている食べ物ある。うん。最近なんか。ハマってる、ハマってるリンゴかな。あ、ミクよりファンの方の方が知ってるかも。カットリンゴ、セブンイレブンの。あとは普通に好きなのはあのずんだシェイクとか好きですけどね、うん、割と食べるの何でも好きです。アワビ食べたことあるかな、ないかな、あるかな、わかんない、あると思うけどそんなないね。牡蠣はありますよ、福岡糸島が結構なんか有名なので。スムージー系が私は割と好きですね。あ、みくに模様替えした、まだしてないけど、なんかそろそろしなきゃいけんけんなみたいな。好きな人できました、どうしたらいいでしょうか、うん、え、あなたは男の子ですか。男の子だったら男の子から告白する。はい、ちゃんと作戦立てて告白するんだよ。むやみにね、そんななんか一目惚れしたみたいな女の子に告白しても向こうへってなるからね、ちゃんと作戦立てなきゃ、何でも聞いてね。ん、好きです。私、 ありがとう。私も好きよ。ミク好きです。ありがとう。ね、水槽の中みたいでしょ、綺麗でしょ。ちっちゃい頃からねこういう感じだったから、うん、あ、充電器が危ない。好きな人がミクさんの場合どうしたらいいですか。あ、もう両思い、イエイ、ラブラブです。僕の知らない君を見たい、ずっと歌詞書いてる人いる。おいどんが一番好きです。おいどん懐かしい。窓の外の空はいつももう歌詞変え、何を変えてんのよ。あ、ヤングガンガン最高すぎた。あ、
あ、過去一で美女が好きだったみたいな人もいて嬉しかった、嬉しい、ありがとね。もう撮影いっぱいでいつどれ撮ったか分かんなくなっちゃう。え、今日のミクさんなんかホニョホニョしてて可愛いって言われてる。ホニョホニョホニョ。年下の女性が好きなんですがどう思いますか。犯罪じゃなければいいと思います。え、どういうこと、恋愛として、え、どういうことですか。で、押す分とかだったら何歳でもいいと思いますけどね、好きだったら。好きって思う分には何でもいいけど、さすがに行動に移るんやったら犯罪を犯さない程度。はい。卒業発表が相次いでとても悲しい。まあでも仕方ないことだと思いますけどね。だってコロナ禍で卒業したくてもコロナ禍で卒業発表はできないから、コロナ禍が終わっての今のタイミングってなると、タイミングはただ単に被ってるだけであって、別に卒業ブームが来てるみたいな、卒業が相次いでるってわけではないと思いますよ。みんなちゃんとそれぞれ の考えとかいろいろがあったけど、まあこういう時期だからみんな順番がもうね、大人の方もちゃんとやって考えてくださってのこの順番だから、仕方ないことだと思うけどね。だって逆にコロナ禍で誰にも会えない時に卒業発表しても、え、会えないよってなるよ。逆にね。遅れてるらしいです時計。はい、ゆいなちゃんに求婚仕掛けた、危ねえ。だって大丈夫かなって心配なの。私たまに5期生の配信見るのよ。したらさ、この間ゆかちゃんさ、ショールームで寝てたでしょ。愛知が起こしたけど、え、そんなことあるって思って、えって思って、そんえみたいな。私より結構あれだね、なんか結構ファンの方が心許してるのかな、なんか結構すごいなって思いました。寝てた、あれ面白かった、見てたんかい。そうそうそう、びっくりして、うわ、その時のコメント欄めっちゃ見たかったなって思って、ねえ、本当に面白かった。あれは そう、メンバーから聞いて、え、嘘でしょって思ってびっくりした。電波悪いんかな、最近電波悪い。あー、ギャリストに忙しいですからね。寝落ちしそうになったことはないですか。何回もありますよ。なんか電波悪いみたい、大丈夫？電波悪いですか？え、私は悪くないですけど。電波やばいらしいですね。なんか最近ね、携帯の調子悪いんですよ。あともう少し経ったらショールーム終わろうかな。眠いんですか？眠くはないです。この後お風呂入ったりもしなきゃいけないから。すいません、 TikTok みたいな色っぽい表情をいただきます。え、今日なんだったっけ。
あなたなんだっけ、トゥントゥクトゥントゥクトゥンツーンだいっぱい動いたら電波悪くなっちゃいそう。パパッパパッパパパッパパッパ、いっぱいため撮り しました。ダンスのやつとかいろいろため撮りしました。なんか画質も悪くなってきてさ。じゃあそろそろ終わりにしようかな携帯疲れてそうだからね。13位はドアノボ、12位ミクティアンミツノリ、11位マック、10位ニコマル、9位パーマくん、8位シュー、7位ハルミ、6位リョーチン、5位トロピカルピンク、4位コウセキ、3位ヤッチャン、2位ナオチョ、1位ヒロユキ。ありがとう。なんか電波悪くて配信できなかったありがとうございました。バイバイ、またね。また話そうね。